よし、まあ、緊張する。まずはちっちゃくいっぱいハム縛りますので、はい、はい、普通なんか U パック的な感じで送るんですか？そうそう、なんか会場で見て、紫を薬指に入れて、1センチ上だから、うわ、この辺？そう、パンクしたね、ここで。え、むずい、はい、この辺で、はい、この辺で行きます。うわ、やばい。いいよ、これでこうやってみたいに。うわ、おめでとうございます。やばい、どうも、じゃあ行きます。すごい髪の毛だ。髪の毛なんか髪の毛を客観視することなくないですか？ん、あ、確かに。はい、はい、もうすごい、一人分のカツラできそう。切っちゃいました。やばい。ここから、あ、これぐらいのこういう感じでやっていきます。お願いします。今ミニココ流行ってますか？めっちゃ流行ってるですよね。あんまり流行りに乗ったことなかった。そうなの？うん、この間ピンクとオレンジを混ぜたようなカラーがあって、お客さんにやりたいっていうからやりましょうってなったんだけど、ピレンジカラーっていうらしい。ちょっとバカうますぎるんだけど、聞いてるけど。そうなの？え、断然するか。はい、知らんかった。知らんかった。絶対シャンプーするじゃないですか、うん、シャンプーしてるとき後ろ洗うとき、うん、上げた方がいいのかどうなの？あ、上げなくて大丈夫。上げない方がいい。あ、そうなの。そう、上げてくれるのは嬉しいんだけど、たまにギュッて上げる人いて、ひっくり返してる状態、こうやってる状態だから、うん、頭を動かしたら全部ここからピョン。任せちゃう。あ、もうじゃあ全体重乗せちゃっていい？あ、乗せちゃって、リラックス、寝てていい。どうぞ。洋服とかも気になりますね。肩が見えづらいみたいな。あ、めっちゃカラーするときに超タートルネックとかもうなんかゴールデンモンドのニックって言われたら、あ、どうしようと思うけど、あ、超フードとかね。私たちはいいけど、100分の時にここに頭が枕当たらないから浮くんだよ、どう頑張っても。なるほど。もっぺりするから多分自分が嫌だと思う。服装としては別に何でもいいんですか？全然何でもいい。そうなんだ。あの、自分がやりたいカラーに合わせておしゃれしといてって感じ。今っぽミニボブでございます。下からつけてください、こうやって。はい。で、アマチュアの眉がちょんちょん。うわー、めっちゃいいですね。わははやったー。いいね。めっちゃいい。いやー。うわ、やばい。お待たせ。髪切ったよ。あ、似合ってる。前のさ、高校の時とかさ、結構モササっていう感じのイメージだったけど、うん、意外といけてるよね。なんか大人っぽくなっちゃって、